日本にいるお金持ちは海外に逃げると思いますか？財務官僚に近い岸田政権に希望は持てません。成田先生の周りのお金持ちはリアルに逃げてる人もいるとのことですが、エベックス松浦会長は逃げないとか、お金持ちが日本の技術機種から教えてほしいです。松浦さんシンガポールに逃げてたじゃん。もうなんかすでに逃げてるし、あの人はもう金銭的に上がってるから、要は金持ちって日本から逃げる必要ないんですよ。だって物価安いしサービスもいいから。要は物価も安くて、で別に家賃も大した額じゃないし、でどこに行ってもだから店員さんも優しいし、なので金持ちって日本で暮らすとすごい幸せに暮らせるんですよ。なので金持ちは基本的には逃げないんですよ。だって逃げる必要ないんだもん。なので本当に逃げなきゃいけないのって、金がないけど稼げる能力のある人なんですよ。じゃあエンジニアです、日本で働いたら年収800万円なんですけど、アメリカに行ったら年収1500万円ですとか、タイに行ったら年収1200万円ですっていう人は、海外に行って稼いだ方が得じゃないですか。なのでそれで海外で働くってなんですよね。それは別に逃げるかどうかではなくて、単に稼げるところで働くっていう。例えばじゃあ群馬帝国っていうところだと、なんかもう200万円ぐらいの仕事しかありませんと。でも東京に行ったら年収400万円になりますって時って、群馬を逃げて東京に行ったっていう表現になると思うんですけど、でもそれって群馬だと稼げないから東京に行ったっていう話じゃないですか。なので逃げる逃げないっていうより、単に儲かるところに移動するという人が出てくるっていうのは、現状もコロナの後も多分そうなると思うんですよね。なのでそれはずっと加速していくんじゃないかなと思うんですけど、ただ逆に金持ちは日本って給料が安いし物価も安いので暮らしやすいので、稼ぐ必要がない金持ちは日本っていい国だよねって言い続けるので、全然日本から離れないんじゃないかなと思いますけど。